はい、どうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインやっていきましょう。ワインはこちらでございます。はい、かなりこのクラシックなエチケット、クラシックかな、なんかすごくね、物々しい感じのエチケット、これもなんか浮き出てるし、こちらフランスの、ローヌという地方の、ね、南の方の場所にあるジゴンダスっていうねワインでございます。ジゴンダス、いや名前が強そうだもん、強そうだもん、濃そうだもん、名前がもうまあ、あのワインをね、あのよく、ね、飲む方は知ってるかもしれないですけど、ジゴンダスって名前すごくないあのね、まあ、地域の名前なんだけど、フランスの、ね、ブルゴーニュの南の方に、ローヌっていう地区があって、コートドローヌね、ローヌがあって、でさらにもっと南行くと今度は南仏ね行くんだけど、そのまあ中間ぐらい、まあ、アビニョンっていう、ね、都市があって、まあ、その辺の周辺の、地区にあるんだけど、まあ、有名なのはあのシャトーニュ・フドゥ・パプっていうね、ワイン産地があって、その周辺に、位置する地区がこのジゴンダスっていう場所があります。いやー、でもローヌってね、ローヌのワインで飲みますかいきなりあんまり飲まないんだよね。もともとね、シラー、まあ、あのローヌって北と南にも分かれるんだけど、そのちょっと縦長のね産地で、北の方だとあのシラーっていうブドウがね主体になって、使えるワインが多くて、まあ、赤ワインなんだけど、基本的には、まあ、白もあるよ、もちろん白もあるんだけど、赤ワインではシラーっていうブドウを使って、まあ、コートロティとかね、エルミタージュとかそういったとこがあって、で白ワインだとビオニエっていうブドウを使って、いろいろね、コンドリューっていう地区があって、まあ、すごくそういった、まあ、いい産地があるんだけど、このジゴンダスがあるのはその北のローンではなくて南のローンヌの方なのね。で南のローンヌになると今度はグルダッシュっていうブドウを主体にしたワインが多くなってきて、そういうことはあのシャトーニュ・フドゥ・パプっていうワインがあってね、まあ、すごく、ね、偉大なワインができる産地なんですよ、でそれはやっぱりグルナッシュっていうブドウを主体にして作るのが多くて、シラーとグルナッシュってそこまで自分の中でね、なんかね、こうあめっちゃいい、好きだっていう感覚があまりなくてまあでも飲むとね全然美味しいワインがいっぱいあるんだけど、なんかそこまで自分からこう買うっていうのは多くはなかったんだけど、まあ、ちょっとねこの作り手がすごくね、あのいいという話を聞いたので、まあなかなか飲まない地域だし、まあ、ユキュートワインでも多分やってないしね、ジゴンダスなんてね、やろうかなと思って、こちらの生産者でございます。生産者の名前が、ドメーヌ・ラスパイユ・アイっていう生産者で、ちょっと情報は知らっていいですかあんまり知らない生産者なんでね、ジゴンダスもねそんなに飲んだことはあるけど、なんかあんまイメージというイメージがそこまで湧かないからね、ちょっとねそういう意味でも飲んどこうかなと思って、1850年に設立されてるから、ジゴンダスでも最古の元詰めのね生産者らしいから、ジゴンダスの AOC 委員会の理事長も務めてるんだっていう、すごいよね。そういった歴史あるドメーヌらしくてね、でブドウはグルナッシュが 80% で、でシラが 15% で、ムルベドルっていうブドウが 5% 入ってます。まあ、3種類使ってるねって感じですね。熟成期間も長いね、樽の熟成も非常に長いです。24ヶ月熟成してるから、大樽を使ってね、古い樽を使ってねやってますね。これぞジゴンダスというエキスを存分に引き出しながら、野生酵母による自然発酵、これぞジゴンダスらしいですよ。よし、これとジゴンダス飲んでいきましょう。ゆきおとワイン。はい、色はやっぱ濃いね、もうしっかり中心が濃い感じでも、縁はね少し紫色で、まあやや淡めだけど、しっかりでも中心はしてるね。それではいただきましょう。香りは非常に今いい感じできてます。あこの反応、いやジゴンダスってね、やっぱこの辺の周辺のワインってすごくやっぱり濃縮して濃いようなイメージがやっぱりあって、
って香りね、今ねすごい、もちろん濃縮してるしっかりとしてはいるんだけど、結構ね上品で、うわめっちゃいい香りだ、すごいかもこれうん、果実もね、まだね、あこれ2016年だっけ、どこだ一体どこだ、あ、当たった当たった、ジゴンダス、うん、2016年なんだけど、まだわ結構若々しい果実があるね、全然、うん、なんかまだ本当に新鮮なね、フレッシュな果実があるけど、やっぱりそれも少し熟して、まあ、コンポートみたいになってる感じのね、香りなんだけど、それもものすごくこう上質な、なんかこのコンポートの綺麗な香りがするんだよね。そういうこともなんか王室に献上するような、王室御用達のなんかさ、そういうあのに選ばれてる商品とか、 あのなんかね、 あるじゃん献上するような感じのジャム、コンポートみたいな、その詰め合わせみたいなね、そのコンポートの香りがする、そういうコンポートを食べたことないけどだからそういう感じの非常に上品で、しかも高貴な感じのね、エレガントな感じの香り、いやもう全然スワリングしなくてもすごい来る、めっちゃいい香り、そんで少しスパイシーな感じももちろんあるけど、うわーすごい華やか、めっちゃしすごく華やか、上品、エレガント、華やか、最高じゃんすごい香りする、でもしっかりしてるけどね、なんか濃さはあるんだろうなっていう香りなんだけど、飲んでみようかな、うん、濃いね濃い、香り、まあ香りもちろん上品エレガントで、味わいもすごく滑らか、この舌触りというか質感がものすごくやっぱ綺麗だからすごくいい、美味しいんだけど、これアルコールがね、これって 15% あるのよ15% あるのよ、これはね、これは来るよ、アルコール感来るね、美味しいんだけど、そこまでねアルコール強いワインがもともと得意ではないから、得意ではないというか、そんなに好んで飲んだりはしなかったから、アルコールが来るね、いやうめ、香りめっちゃいいんだよな、うん、料理が欲しいね料理が欲しい、だからこういう地域のワインをあまり手出さなかったってのは、やっぱちょっとアルコール高めなのがやっぱりそんなに得意ではないとか言いながら、カリフォルニアいっぱい飲んでるんだけどのがあるから、あんまり多分そんなここら辺の買わないんだろうけど、イメージとしてね、でも香りめっちゃいいな、これやっぱどんどん多分開くかも、ここからさらに、今スワリングして少しちょっとローストしたナッツの香りとかね、なんかそういった感じも来たから、もっと開きそう、うん、あでも美味しいね、なんかすごく果実が熟してるとどうしても甘ったるくなっちゃうというか、まあお砂糖の甘さじゃないんだけど、そのブドウの果実の甘さなんだけど、それを感じてちょっと甘ったるくなってちょっと重くなっちゃう感じになる傾向にあるワインも多いんだけど、すごくそこが重くならず、かといって別に軽くはないけど、ワインとしてはそのバランス感覚っていうのがすごくなんかこういい具合に来てる、こう重すぎずに軽すぎずに、こうググッとね、ググッと、単にもあるしググッとくるんだけど、やっぱり酸なのかな、綺麗にあるのがあると、そんなにこう重たくこうボテッと来ない、余韻もすごく綺麗に続くし、お花っぽい香りも最後ね残しながら非常に綺麗な余韻だし、
いいね。これ私4000円かな、4000円なんだけど、すごくいい。うん、この地域のワインってね、なんかすごく濃いイメージはやっぱりあるんだけど、 もちろん生産者にもよるんだよね、作り方とかね、まあ、土地もそうだけど。うまいわ、これめちゃめちゃうまいかも。めっちゃうまい。それこそこの近くの、場所にあるさっき言ったシャトー・ヌフ・ドゥ・パープね、すごく有名なワイン産地なんだけど、そこはすごくね大きななんか丸い石のようなのが畑にあって、それを太陽の光がその石にこう熱をこう吸収、反射、吸収と反射をさせて、熱をそのまま持ったままこの日が沈んで夜を迎えたりして、すごく熱があるような感じでね、暖かい暑い大地で生まれるブドウだから、やっぱりすごく濃厚なワインができるみたいなこうイメージがね、その土地ならではの味ができるってイメージがあるから、やっぱりそういった作りをするワインっていうのは濃いワインとかね、もうボリュームがあってタンニンもしっかりして、ですごくこうずっしりきてパワフルなワインっていうのは多いような感じなんだけど、それもその土地が全てじゃないから、そのシャトー・ヌフ・ドゥ・パープだってすごくその石ではない場所だってあるし、そういったね、まあ、砂というか砂質土壌っていうんだけど、まあ、そういったとこから生まれるシャトー・ヌフ・ドゥ・パープはもうすごくエレガントなものが多いし、シャトー・ライアスという生産者がいるんだけど、ライアスのねヌフ・ドゥ・パープはね、まあ、力強いんだけどエレガントで、ものすごくもうね高次元なグルナッシュ主体のワインを作るんだけど、すごいねいいワインなんですよ。ライアスの話になっちゃった。めっちゃいいワインなんだけど、だからやっぱ作り手によってものすごくやっぱりこの地域でも濃いワイン、エレガントなワイン、いろんなタイプができるんだなっていうのを改めて感じたね、このラスパイユのねジゴンダスで、うん、ジゴンダ ス。もう言いたいだけで、言いたいだけになっちゃった。いやー、なかなかジゴンダスとか飲まないな。すごくいいワインだわこれ、美味しい。うん、こりゃ料理でしょ、こりゃ料理が必要、タンニンもあるし、なんかちょっと今日このワインに合わせてお父さんが料理作ってくれて、ミートボールみたいな感じで煮込みみたいな感じがあるから、めっちゃ合いそう、これめっちゃ合いそう。早くご飯食べたいということで、今日はこの辺で、お開きにしましょう。お開きなんだ。今日ご紹介したワインはフランス、ローヌ・チョコート・デ・ローヌの南だね、南ローヌのジゴンダスという産地のドメーヌ・ラスパイユ・アイ2016年のご紹介でございました。非常に美味しかった。ではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。